政府はニューヨーヨクで岸田総理大大臣が韓国のユン大統領とと30分間にわたたた。ってししし発表ま外務省によりますと国連総会出席のためニューヨークを訪問中の岸田総理はユン大統領とおよそ30分間にわたって懇談しいわゆる元徴用工問題などを念頭に懸案を解決し日韓関係を健全な関係に戻す必要性を共有したということです。 また、北朝鮮に対しては連携して対応していくことで一致し、ユン大統領からは拉致問題について改めて支持を得たということです。さらに、両首脳は日韓関係を未来志向で発展させていくことや、首脳間での意思疎通を継続していくことで一致しました。